そっちからのメンソーの話あんま聞いたことがなかったんで、めちゃくちゃね楽しかったし勉強になったし、いいコラボですね本当に。あなた運がいいんだって。今日は画面に書いているようにですねコラボしたんですけど、その経緯とですね、まあいろいろあったんで、その辺の話を今日はまあそれからしていただいてますね。でうちのチャンネルではですね動画流さないんで、麻生先生のですねチャンネルで動画流してもらいますんで、僕はまあそのコラボをですね、まあ、今まで、まあ、正直コラボの依頼ってすごい来るんですよ。コラボの依頼と、まあ、僕みたいなこの感想枠やってたらですね、はい、コラボと書籍本出しませんかっていうのと、コラボしませんかっていうのがすごい来るんですよね。でまあもう全部断るというか、運営はですね別会社、僕じゃないんで別会社なんで、 YouTube のね運営はやってもらってるんで、もういちいち僕に報告してもらわなくていいんで、まあ、案件コラボであと書籍とかはもう全部断ってくださいと、はい、あとそのテレビ出演とかねラジオ出演とか、はい、そういうのも来るんで、あとインタビューとかね来るんですけども、もう全部もういちいちね、最初のうちはですねこんなん来てますけどどうされますかっていうの来てたんですけど、まあ、全部断ってるんですよ。断ってるというかもういちいちもう言ってくれなくていいんで、まあ、僕も断っといてください断っといてくださいっていうのがもうめんどくさいんで、もうそういうのは全部もう受けないんで、一律受けないんで、いちいちね仕事も増えるし、僕にわざわざこう言ってくれなくていいですよっていう話をしてるんですけども、まあ、麻生先生はですねもともとその僕もあんまりというかほとんど知らなかったんですけども、じっくり聞いたろうかなんかで5秒間ぐらい見ただけで、はい、全然知らない人で、ガーシーさんがですね、お金を借りるっていうことでですね、麻生先生ドバイ行かれたんですかね、4000万ぐらい麻生先生がガーシーさんに、お金を貸したと思うんですけども、それをガーシーさんと麻生先生のコラボでですね、まあ、流れもガーシーさんのチャンネル流れて、それで僕に感想枠の依頼がですね、麻生先生の感想枠の依頼が結構来たんですよね。でそうそう意外にそうガーシーさんそれで、まあ、話題の感想枠っていうのでね麻生先生の感想枠をやらせていただいたんですよね。はい、でいつもまあ忖度なくやるんで、まあ、たまたまねこれ良かったんですけども、たまたまもうその麻生先生はですね、まあ、喫茶のパーツが非常に多かったんで、普通にそういう風に宣伝をしたんですね。でまあ誰かがですね麻生先生 に僕がこういう感想枠やってますよって言って、まあ結構褒められてますよみたいなことを言ったみたいで、そして麻生先生がツイートしてくれたんですよね。でああなんかご本人にまで伝わってるなと、三木屋先生もねそうコメントしてくれたりとか、案外こう YouTube で流すとねご本人まで伝わるねんなと思いつつですね、でまあたまたまYouTube のチームの人とですねその話をちょっとしたんですよね。麻生先生なんかツイートしてくれてて大人なんでねいいように書いてくれたけど怒ってないかなとかいう感じの話をちょっとしてたらですね、そういや麻生先生のとなんかコラボの話がはい来てましたよみたいなことを YouTube のチームにですね言われまして、えっと思って、でそのメールだけ送ってって言って送ってもらったんですよ。でねもう2週間か3週間ぐらいその時経ってたんですけども、で麻生先生のご本人じゃなくってですねハイデルベルクランボルギーニさんっていうですね方が、まあ、麻生先生と仲良くて、で麻生先生と僕とでハイデルベルクメルクさんが僕の YouTube チャンネルを見てくれてて、はい、で、ハイデルベルクさんと僕と麻生先生の3人でですね居酒屋でご飯食べながら雑談する配信っていうか、なんか動画撮りませんかみたいに来てたんですよね。コラボ全部断ってたんですけど、まあ麻生先生はちょっと勝手にね、なんていうんですかね、やってしまったんで、勝手にその感想枠の動画やってんで、まあ謝りたいなっていうのが一番あって、これ本当にそれだけあったんですよ。まあ勝手にやって、まあすいませんと。それがあったんで、初めて受けようかなと思ったんですよね。で、これがですね、まあ麻生先生はいつも行かれている焼き鳥屋さん。山鳥、これちょっとね僕の帽子で見えないんですけど、山に鶏の鳥で山鳥赤坂店さんですね。で麻生先生のクリニックがですねそのちょ横にあって、はい、それでもよく行かれるみたいですね、麻生先生が。はい、でまあそこでハイデルベルクさんのチャンネルは結構ランボルギーニがお好きな方なん で最初はなんか僕とかですねランボルギーニ乗りながらっていう話あったんですけども、僕このお面とね、
はい、この格好で乗ってたらちょっと寄ってしまったら嫌やしっていう感じで、それでこの、まあ、居酒屋雑談みたいにしようっていう、はい、感じになってですね、まあ、僕はもううちはもう動画使わないんで、まあ、麻生先生のチャンネルとそのハイデルベルグさん、はい、のチャンネルで、まあ、動画使ってもらったらいいんでっていう感じで言ったんですよね。はい、それで、まあまあ、これ動画撮影終わった後の記念撮影ですね。はい、なんで、麻生先生のチャンネルで1本と、そのハイデルベルクさんのチャンネルで、1本、はい、動画出ますので、よかったらね、見て、麻生先生とハイデルベルクさんのチャンネル登録してあげてほしいと思います。僕、ウーロン茶ですね。今回、本当にね、これ、いきなり撮影したんですよ。なんかその、打ち合わせとかもなしでですね。麻生先生とそのハイデルベルクさんと8時にですね、ここの居酒屋で待ち合わせして、はい、で8時に入って、もうなんかすぐ撮影スタッフの人結構ね、ちゃんとした撮影チームがいまして、麻生先生の、はい、カメラとか何個も置いてあってですね、でもうすぐマスクかぶってですね、で撮影して打ち合わせも何もなしであったんで、ちゃんと喋ってるかどうか不安なんですけども、もちろんね、この撮影中はそんな食べれないんで、雑談終わってですね、まあ仮面と帽子取って、はい、それでご飯を食べながら喋らせてもらったんですけど、やっぱりね、もう、むちゃくちゃいい経験になったのは、正直今回のコラボでですね、別にもう再生数とか、僕は再生数関係ないから、まあチャンネル登録数とか別に増えなくてもですね、こう活かしてもらったですね、こう経験が役に立ったというかですね、やっぱ麻生先生ももちろん雑成功者なんで、考え方とかね、すごいまともでね、賢くて、だからカメラ回ってる時の動画より後の雑談の方がだいぶこう身になりましたね。やっぱり成功者の考え方だなっていう。そして自分で自分を褒めるのもあれですけど、僕の先端は間違ってなかったなっていう、はい、非常にこう、まあ僕が言ったらおこがましいですけど、頭がですね非常に良くて、お金持ちにですね、なるべくしてなる人間ですね。まあその何億円のね、バイオリンとか買ってはるんで、桁が違いますからね、お金持ちの。麻生先生50歳ぐらいですね。はい。50歳ぐらいです。結構長いこと喋らせてもらったんですよ。年相学だもんね、やっぱね、詳しくてね、まあもちろんその、養成家のね、第一人者の方なんで、ものすごいこう、年相も詳しくて、僕が全然知らない感じのね、話とかもやっぱこう、医学的なこう見地から教えてもらったりとかして、めちゃくちゃ勉強になりましたね。ああ、なるほどなーって、やっぱこう、僕とは全く違う、その、角度というか方向性からその面相を語ってくれるんで、ここを切って、ここを引っ張ると、おでこのシワが消えるよとかですね。ああ、な、むちゃくちゃ正直勉強になりましたね。ドラゴン細井先生とかね、前一回僕のチャンネル褒めてくださったんですけども、細井先生とかが、この麻生先生の、まあ、お弟子さんになるんですけども、ね、大体乾燥学とか僕話してて、こういうまともな医者の方って、お医者さんの方って全員分かってくれるんですよ。はい、顔の乾燥。で、アホの頭の悪いアンチみたいなやつが、面相とか乾燥学とかないって言うんですよね。だから麻生先生も言ってましたけども、武者にね、愚者にどうこう言われるような意味がないっていう話をしてましたね。しょうもないやつに評価されるのはどうでもいいって言ってましたね。で、必ずこう、お医者さんとか、まともな方は、その乾燥枠で分かってくれるんですよね。もちろん絶対人相、面相とかあるよねって、そうそう、麻生先生プロなんでね、悪人は悪人の顔してるからっていう話を昨日もずっと言ってましたけど、これまあ、間違いないですよね。あと、まあ、刑事さんとか言いますからね。そうなんですよね。で、まあ、僕に一番驚いたのが、正直、まあ何回も言いますけど、自分の顔ってね、自分で見れないんで、初めてなんか自分の顔をですね、面相を見てもらってですね、麻生先生に、はい、ここはこうだよねって言って、一箇所手術を、はい、美容手術、美容外科手術を、まあそんな大したがあるじゃないですけども、がっつりいじるわけじゃないですけども、はい、ちょっと直してた方がいいっていう部分がですね、はい、麻生先生言われますね。麻生先生が、麻生先生大阪にも院があるんで、今度大阪行った時、僕がやってあげるよって言われてですね、はい、何か美容手術をすることになりましたね。はい、一箇所。全然、その日に終わって、次の日から普通の
手術らしいんですけど、まあ一回いじるというかね、はい、ちょっとだけ変えた方がいいと言われまして、ああでも自分のメンスを初めて40年以上生きてきてね、初めて自分のメンスを見てもらえたんで、うん、いやもう包協はしないですけど包協めっちゃうまいらしいですけどね、麻生先生、うん、包協はしないですけどね、又吉さんの火花のね主人公の漫才師じゃないんで包協はしないですけども、でも麻生先生自らやってくれる、ありがたい、めちゃくちゃありがたいですね。そう、麻生先生してもらえてラッキーですよね。まあ、まあ、YouTube とかもやっとくもんだなと。で、まあ、人の人生って、わからんもんだなと思いますね。自分がね、なんか顔をいじる、ことになると思わなかったんでね。まあ、人生ってわからんもんだなっていう気がしますね。まあ、いろいろ、はい。でも教えてもらいましたね。その美容整形のこととかですね。まあ、そっちの、ね、闇とかも。で、まあ、面白いもんでですね。僕がいつも仲のいいね、いつも飲みに行ってる美容外科会のブラックジャックっていうね、僕の友達の美容外科の先生がいるんですけど、それが、普通にガチの麻生先生の後輩やってですね。はい。あ、そうなんやと、めっちゃ近いところにおるやんと思いまして、世の中つながるなと思って、そう、狭いです。で、あと僕実はですね、歯医者がいやいや、歯医者いやって言ってるんですけども、実はと言いつつも、人の紹介で、僕の歯医者の主治医の先生も、大阪でね、一番うまい歯医者と言われてるんですよ。はい。で、その歯医者の先生も、麻生先生のお知り合いでですね、その歯医者の先生夫婦、はい、もうお知り合いで、むちゃくちゃ繋がってるなと思ってね、ちょっとはい、びっくりしましたね。楽しかったですけども、あ、え、これハルデンベルクさんですか？ユーザー H。あ、ハルデンベルク入ってくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ハルデンベルクさんのおかげでですね、昨日ね、そう、3人で撮影して繋がらせていただいたんで、はい。ハルデンベルクさんと、麻生先生のチャンネルで、はい、動画流れますので、ぜひ、はい、ハルデンベルクさんもスーパーお金持ちなんで、ランボルギーニをね、はい、1台だけじゃなく、所有しているという、はい、もう、すごい人ばっかりなんでね、東京すごいなぁと。ハルデンさんですね。ハルデンさんと助手の方、はい、M さんという方をですね、どこをどうを変えたらよりきっそうなるかみたいな話をしたんですね。で、ハルデンさん、いつぐらい配信になりますかね、いつぐらい再生。そう、ハイデンじゃなくてハルデンベルクなんですよね。バラの名前ですね、バラの名前。ハルデンベルクさんの、チャンネルもすごいですね。ランボルギーニのね、皆さんすげえなぁと思って、僕だけね、へっぽこな国産車に乗ってるのに。9月10日、はい、9月10日配信なんで、よかったら皆さん、はい、ハルデメルク、ランボルギーニさんのね、チャンネル登録して、9月10日の配信を見てください。はい。ハルデンさんもでも顔出し NG なんですよね。僕もマスクで、顔出しての麻生先生だけというね、配信というか、でしたけども。まあ、お金持ちの人多いですね。でも、やっぱりちゃんとしたお金持ちの人はまともなんですよ。ハルデンさんも麻生先生もですね。麻生先生の感想枠のリクエスト来た時もですね、お金持ちなのにとか、なんかあんな高い楽器を買ってるのに見たことを言われて、あ、いやいやもう、お金持ちだけでね、結構やっぱ、なんていうんですかね、妬みというか、曽根みというかね、そういうのがあるのか、でもやっぱちゃんとした、そう、ホワイトで仕事してる人はちゃんとしてますよ、お金を持っててもね。そう、そこがね、見てほしいなと思いますね。やっぱちゃんとしたお医者さんとかはね、儲かりますね、儲かるというかね、麻生先生とかも、桁違いのお金持ちですし。でもね、昨日、ハルデンさんのね、助手の方と麻生先生と4人でね、これ、テーブル席、4名のテーブル席なんですけども、その撮影のだいぶ長いこと、はい、話させてもらったんですけど、もうすげえね、みんな言うことがまともで、はい、めちゃくちゃ勉強になりましたね。むちゃくちゃ、まともで、学ぶことばっかりでですね、ちょっと、嬉しかったですね。で、麻生先生がものすごい面相とか詳しかったんで、まあそれはね、それがすごいためになりましたね。そっちからの面相の話あんま聞いたことがなかったんで、めちゃくちゃね、楽しかったし、勉強になったし、いいコラボですね、本当に。
ありがたかったですね。あ、いえいえ、ハルデンさんありがとうございます。ありがとうございます。また、はい、またよろしくお願いします。うん。多分、ハルデンさんもね、思ってるんですけど、その案外、その、配信の後、配信ほんま、いきなり会った瞬間やった感じなんで、はい、配信の後の雑談の方がですね、みんなちょっと打ち解けてきて、話が多分ね、カメラ回ってないところの方が、面白かったと思うんで、でもまあ、はい、ね、コラボさせていただいたので、あとこのね、山鳥さんっていう焼き鳥屋さんがね、めっちゃ美味しいんで、皆さんよかったら行ってみてください。はい、麻生先生がね、ご馳走してくれたんで、いくらかはわかんないですけど、多分でも焼き鳥屋さんなんで、美味しいですけど、そこまで多分ね、むちゃくちゃ高くはないと思うので、結構食べてしまいましたね。東京の方は、はい。赤坂にありますね。山鳥さん赤坂店ですね。で、あ、そうそう、なんかパワーストーンはただの石というのをですね、店長さんに言ってくれるとですね、なんかちょっとサービスしてもらえみたいなことを、はい。言って、はい。もらえたんで、店長さんがね、はい。そういうふうに言ってくれるんで、まあでもめっちゃ美味しかったですね。うん、あ、近くにああいうね、焼き鳥屋さんあるといいですね。で、横がその麻生先生のね、クリニックなんで、麻生先生が普通に、よく来るみたいなんでね、普通に会えるかもしれませんよ。本当に麻生先生よく来てるらしいんで、多分手軽に来れるんでしょうね。うん、真横なんで、うん、あ、そうそう、長浜さん、店長の長浜さんに、はい、言ってくれたら、何かそのサービスをしてくれるみたいなんで、うん、でも、いいですね。美味しかったですね。やっぱすごかったな。勉強になりました。ありがたかったですね。はい。ということで、麻生先生。これ麻生先生はね、いつその動画をアップされるかわかんないんですけども、まあ、また近々アップしてくれると思うんでね。まあ、またね、別にこれが最後じゃないので、ね、コラボできたらと思いますね。あと、打ち解けた方がやっぱ面白かったんでね。やっぱり、うん、みんな打ち解けてきて話した方が面白かったんで。はい、ということでね、またもしね、麻生先生に僕も整形、はい、していただけるなら、またその時はまたなんか配信というかね、ちょっとレポートを取っていきたいと思います。はい、もうなんか麻生先生にね、手術してもらえるのは光栄ですよね。あ、ハルデンさん、はい、麻生先生の配信、はい、お願いします。またうちの僕に連絡くれたら、はい、 Twitter とか SNS でね、皆さんに報告しますので。はい、ということで、麻生先生もハルデンさんもありがとうございました。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、本当にね、まさかそんな言ってもらえるとはね、思わなかったんで、うん、軽めにね、そう言ってもらって、うん、手術してあげるよみたいな感じで、はい、言ってくれたんで、はい、まあ人生いろいろあるなっていう、面白いですね。人生っていうのはなかなか面白いもんだと思いますね。まあそう考えると、ガーシーさんにね、ガーシーさんに感謝をすべきなのか。でもガーシーさんのなかなか影響力はすごいですね。では、はい、こんな感じで、まあ、はい、また僕の方でも SNS で、はい、動画出るとき報告しますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。キズ公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。 Twitter はチャンネル最新情報、 Instagram では火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。